自信があるのは良いことだ。計画的な錬成は己をより強くすることができるの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 だ。まさかわらわが自ら出陣する日が来ようとは。
お前は確かこのような顔を見たことがあるが、すまん、弱者を覚える習慣がないのでな。お前はあの反乱に参加していたと言っているのか。ほう、面白い。現状に案ずる者は少数に過ぎない。この世界は弱者に寛容すぎる。ゆえに多くのゴミが存在する。絶対的な力の前においては信念はただの皮肉な言葉。お前はどう頑張ってもことをなせぬと感じているか。なんと素晴らしい人間の力は微々たるものだから、より高い存在を追い求める。理想と原則を捨てた強者はただの野良犬、飼いならす価値などない。人間の進歩は数多の感情に阻まれている。興味深いがとても悲しいことだ。わらわは先代の女王について特に何とも思わぬ。かの方は愚か者、最初から最後までそうであった。たまには静かになるのも悪くないな。そうか、どうやら面白い任務になりそうだ。お前らの力を見せてもらおう。まさかわらわが自ら出陣する日が来ようとは。そうか、わらわが弱すぎたのか。いつ始めてもよい。思う存分人生を楽しむがよい。己の視線を見極めろ。これではまだ足りぬ。おとなしくひれ伏せ。残念だ。チーム準備完了。まあまあの出来だ。自信があるのは良いことだ。計画的な練習は己をより強くすることができるのだ。アイテム発見。敵か？チーム移動中。拠点のコントロール権限を取ったぞ。補給物資発見。ただおままごとがしたいだけなら。補給物資発見。人間の力は微々たるものだから、より高い存在を追い求める。